2010年11月21日、今日は晴れのち曇りの日曜日。みんなで顔を描いてみたらいろいろな色が見えてきた。ルーアングデとはこの村の名前。でもいつもみんなに発音間違ってるって言われる。子供の頃おばあちゃんの家にあったような水筒の花柄、村人の笑顔や芝、肌の色と色とりどりの服との色合い、タイル工場の屋根の形、ご飯だよの合図、村中で聞こえるヤギやカエル、虫の生き物の鳴き声、短い猫の尻尾とかが大好きだ。どうでもいいんだけど、この橋何年かってこうなったんだろう。向かいの有保寺さんの仕事場はみんなのたまり場。村中の何年も何年も乗り続けてる自転車を毎日毎日直してる。そこら辺裸足で歩いたり、インターネットでメールチェックするのにわざわざ隣の村に行くのにも慣れてきた。帰りに友達のバイクの後ろに乗った時の深夜の涼しく湿った空気の感触の中で俺は世界の息を感じた。2010年11月22日、ルーアングデは晴れのち曇りの月曜日。今日もきっと東京のどこかで先生のことをお母さんと呼んでしまってからかわれている小学2年生がいるだろう。クアラルンプールのチョーキットマーケットは今日もざわざわにぎわってるだろう。ロンドンのビクトララインは正常かな。あんなパリの地下鉄の中でもたくましく綺麗な心を持つ人はたくさんいるだろう。朝の総武線で隣の人の肩に寄りかかって寝てるのは誰だ。ジャカルタの交通渋滞の中でトイレを我慢してる人、この瞬間に何人いるんだろう。メキシコシティのソカラのでっかい旗の影の下で待ち合わせした人、今何分待たされてるんだろう。ロンドンの公衆電話に貼ってあるレトロでエッチなイラストの電話番号にかける人はまだまだたくさんいるのかな。アマゾンのオフィスで未だに発見されていない先住民の人たちの今晩のメニューは何だろう。日本の小学生は今夜何時まで塾で勉強してんだろう。エッフェルタワーの写真、今日だけで一体何枚あるんだろう。東京で静かにぼーっとしている僕のおばあちゃんの夢はどんなんだろう。今日はおじいちゃんの墓に何匹アリが登ったんだろう。今日、世界中で一体
何人の人が初恋恋愛結婚したんだろう。今日世界中で一体何本の木が切られ何本の木の芽が出たんだろう。今日世界中で一体何人の人が鼻くそのほじくりすぎで鼻血を出したんだろう。今日世界中で一体何人の人が戦争で家族を亡くして悲しんでいるんだろう。今日世界中で一体何匹の猫が生まれたんだろう。今この世界のどこかにいる君は何を感じているんだろう。Ah, sihir lah kak. Biasa. Aduh. Ah, ya. Mariung, 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 cok. Mariung. Ada buah kok. Mariung, mariung, mariung. Tapi sultan di tempat lain deh. Buat apa tukang deh? Pinter iya. Tan, oke. Terus ngetan kena ngaler merenya. Ayolah, ngobrolan agak sih ya, agak lila. Uang Sarawak, ayo. Babut bini, ayo, ayo, ayo. Ayo, kan si guru mau tinggalkan. Dengan
2010年11月23日晴れのち曇りちょっと小雨が降った火曜日、この植え立ての稲の色、モントリオールのあの雪の色、ロンドンの街中で見るあの赤い色、メキシコの砂漠に湧き出るあの日の朝の水の色、俺の育った東京の看板の原色の渦、月の光はどこから見ても潤っている、太陽の光の無限大の色がここにも降り注ぐ。 The world is such a colorful place. We live on the same earth and we are all a part of one big living being.2010年11月25日木曜日、向かいの有保路さんの仕事場の時計の短い針と長い針の関係がちょっと微妙なことに気づいた。ハットルヌフン、デリマカシー。